フグ吉川英二おととしより去年、去年より今年と、一冬ごとに東京に増えてきたものに、ふぐ料理がある。街の明かりが白くなる冬になると、フグ屋の看板が食通横丁に灰みを灯す。県令をもって、ふぐ料理販売を禁止するの県は、今でも地方にあるはずである。 東京にその姓が説かれたのもつい近年のことだそうだ僕が味を覚えたのは67年前で多分直樹の好みであったろうと思う我々たちで雑誌を出そうという話があり新橋の大竹に集まろうというので行ってみると三上おさらぎ佐々木直樹などの連中が雑誌の話などは一向に出ずに 箸と儀と酒きに終わっている。そこで真ん中にいたのが錦木での大皿にアジサイのごとく並べられてある。僕には初対面のフグの肉だった。嫌だというのにこの晩、ヒレ酒の味を僕に覚えさせたのが三上乙吉で飲んでみると口当たりがいい。コップ酒など見てもめまいを催す僕が。 ウカと二三倍やったために、この夜の帰り道、君子の過ちに似たことを起こして、僕は旅の空で一年暮らしてしまった。決して乙吉のせいではない。やっぱりフグは当たる。行動的の当たり方はいろいろあろうが、食後三十分間後、すぐにジアノーゼを顔に生じるような恐れなどは絶無だと僕は信じる方の組だ。 フグを怖がっている人が自動車に乗って東京を歩くなどはもってのほかだろう。下関の大吉だか俊廊下かで遠山光郎が卓上の料理がフグだと聞くといきなり立ってそれへ証弁したという話はあるがあの頃よりはフグの科学はずっと進歩している危険率も今日の都会のごとくでなかったらフグといえど避けて通る理由があった。 長州の旧藩制度には、歌詞にしてフグを食して死んだ場合は、過労没収加盟断絶という厳しい掟があった。だから、萩や山口の藩士がフグを食うのは、命がけどころか、先祖松代がけであった。そのせいもあろうが、本当のフグ料理法は、ここで発達したものだという。下関が、フグの本場のように言われ出したのは、 フグ壁のある伊藤、山形、井上などの維新の元君たちが、お国物を阿弥陀寺町で枯水したためで、明治以後の地理的発達によるのだと、萩のフグ島は今も宗家をもって認じている。出雲の大社あたりでは、旅館の前にもフグがつくそうである。山陰あたりでも、冬はフグが盛んに供されるそうだが、 まだ、裏日本のフグは僕は知らない。なめらフグという種類で、まずいという人もある。金沢のウの花漬けは、炙って食べるもので、これは人が沈重がある。ハギの桜漬けも焼いて食うのであるが、チリ、刺身を持っては、その味は遠い。別府に、冬を半月ほど暮らしていた間、晩になると、フグを楽しんだが、味もよし。 女中のあしらいもきれいごとで、東京に近頃増えたのとは比較にならない。白い肝と春菊の真っ青なのが、コンロの火の上でコトコトと音を立てている冬の夜ほど暖かに囲まれたいという気のするものは他にない。あれほど美味しいというフグも、もしあの刺身の希大ライスに添える浅月とチリ鍋に入れるこれが、 冬の畑のものかと目を覚ますような青々とした春菊がなければ僕は箸を出す気になれまいと思う。その春菊は東京の八百屋にもあるが肝心な朝月がない。いつぞや岩崎栄が電話で今夜フグを持って行くから野菜の添え物はそちらで頼むとかけてきた。新聞社から下げてくるフグなどは金輪材、 迷惑の至りだから断るというと、バカにするな、見てから物を申してもらいたいという。やがて下げてきたのを見ると、木箱とブリキのハンダ付けで、三重に密閉され、その間は氷詰めになっている。聞けば、知人の贈り物で下関から着いたばかりだとある。春菊や浅月や卸物まで、美術的に詰めてあるのだ。これなら食べると。 ちょうど良い来客も入れ、五六人して取りかかると、野菜物が先からついてきただけの分では足らない。そこで女中を八百屋に走らせると、春菊はあったが、朝月になるとまるでダメだ。いわゆる分け着という似て非なるもので特有の香りがないし、あの細かに刻んだ小口切りの葉の粒を糸切り場で噛む時のピリとした薄い刺激もない。 困るのはこれからの冬、フグを一石やると癖になることだ。雪模様になるとフグを思う。一もしごろになるとフグが恋しくなる。フグマニアは、佐久間とか大熊とか福屋とか、ああいう一流フグ屋のあまりに潔癖すぎたものでは食べたような気がしないとさえ言って、バスへの怪しげな安いおでんや兼業のフグ屋などへ首を突っ込み、 近海もののトラフグの水っぽいのを食べて帰り道に中風の鳴りかかりみたいに唇を痙攣させて喜んでいる連中もある。分析科学では毒はフグの卵巣が主で肉、血液にはないとしてあるが一番怖いのは引かずの立った古い品物らしい。学者の発表にはまだ見当たらないが大熊の主人に言わせるとその卵巣よりは フグのヒレの下や腹に食いついている微小な寄生虫が猛毒そのものだと説をなしているそれを料理人仲間では蝶々と俗に言っているそうだ取って瓶の水に入れてあるのを見ると米粒ぐらいな虫でなるほど蝶の形に似ている本フグにもトラフグにもいるがヒレについているのはヒレの色をしているし腹についているのは 腹の色をしているので、よほど注意しないと見つからないと言っている。大草家料理書に、フグ汁料理に、敷身の木、古屋の巣、固く嫌うべし、とあるのは、小汁類園やその他の辞書類にもよく転載してあるが、どうしても、フグと敷身の木と、古屋の巣とはいけないのか、僕にはわからない。外尾葉が食べたのも、フグ汁であって、 刺身ではないらしい。江戸時代の料理書にも刺身はない。震災前まで人形町あたりに流行っていた詳細鍋は、フグの一種に詳細という名があるので、江戸人に使われた俗語であろう。江戸人はまた、フグの異名を鉄砲と呼んだが、調子の漁師は富くじと呼んでいる。後者は当たりっ子なしというのである。毒に当たった場合は、 昔から苦伝が多い。口なしの実を噛ませると吐く。黒砂糖を鮭で飲む。塩の汁をたくさん飲む。小脳を湯に立てて服用する。などは松野屋筆記の記載。今の料理でも用いられているので、茄子と共に食べると当たらないという予防法などが言い伝えられている。 当たっても、途中に生き埋めすると治るという伝説を実際に体験したものに、清水次郎長と相撲の福ぎとがある。下関あたりでは、下宿の女将さんが、魚屋からぶら下げてきたのを、夕方の台所でしゃぶしゃぶやって、すぐ下宿人に食べさせるぐらいだから、などと言って、素人がそんな真似をしたら、保険会社から自殺と見られても仕方がない。 俳人では青木ゲットが好き、文壇人では久米正夫、長井達夫、三上留吉、女優の山地文子も食べる。実業家などにマニアが多いらしい。女は割合に初めてでも平気で舌に乗せる。自分の夫が食べているのに食べないでいることは、定説に関わると思うのかもしれない。しかし、 コワゴワ食べているのでは、新味が舌の細胞へ行き届くはずはないから、フグはやはり4、5度ぐらい食べてみないと味はわからないものと言えよう。そしてそこに至ると、どうも家族にも友達にも、ついこの味をわからせたくなって、僕などは自分でもいけないと思う。いくら料理が進歩しても、やはり毒魚である。秋里随筆なども、ビンゴ、友の津の名物、 ふぐじるを紹介しておいて、その末尾に。されど、主神に使うるのは食することなかれ、はからず、不中不幸の名を下すべし。かつ、その人品を損なうことはあり、と、今しめている。人品を損なうことはあり、と考えると、いくら慣れても、やはり、実はかすかに怖い。量を慎めばよかろうと、溝か男のように、 少しずつたしなむことで慰めているのである。聞くならく、座魚僧主人の西音事項も、はなはだこれを好むということである。国家の元老の老いびえがちな冬の夜の血液を温めるに役立てば、フグもまた国力に関わりがあると言える。これで毒がなかったら、などという望みは、逸民の欲だ。チリ鍋の春菊が赤くなった頃に、 よく出るたわごとである。